ロナルド・ジョゼフ・リビングストンはアメリカ合衆国の俳優。弟のジョン・リビングストンも同じく俳優。アイオワ州シーダー・ラピッツに生まれる。マリオン高等学校卒業後、面接及び英文学の成績が良かったことから、コネチカット州ニューヘイブンに本部を置くイエール大学演劇大学院に入学する。1989年に同大学を卒業すると、 地元の劇場などで俳優としてキャリアを積む。その後シカゴに引っ越し、1992年にドリー・パートンなどが出演した映画ストレートトークで映画俳優デビューを果たす。1993年に活動拠点をロサンゼルスに移すと、1996年制作の映画スウィンガーズで主人公の相棒の一人に抜擢され、1999年には リストラマンに出演。2001年には、彼の代表作とも言える TV ドラマ、バンド・オブ・ブラザースで、ダミアン・ルイスと共演したことから俳優として有名となり、その後 TV ドラマ、セックスザ・シティでは、ジャック・バーガー役で女優のサラ・ジェシカ・パーカーと2002年から2003年にかけて共演する。2006年には電話通信会社のスプリント・ネクステル電話会社のキャンペーンで、 スポークスマンとして活動している。また、2006年制作の TV ドラマ、スタンドオフに出演するなど、現在もロサンゼルスを中心に俳優活動を続けている。2009年に女優のローズマリー・ディウィットと結婚した。ありがとうございます。